大谷口排水棟大谷口排水棟は東京都板橋区大谷口にある紅玉水道の大谷口給水場にあった排水棟である高さ約3 3ルの鉄筋コンクリート造りの円筒の上に大小2つのドームが乗る衣装を特徴とする1931年に完成し 排水棟としては1972年7月31日まで使用された。完成当時の周辺は畑田んぼが多く、近隣上板橋村かっこへの給水ではなく応じ、滝野川方面の製紙工場への給水が主であった。設計者は駒沢給水棟などと同じく中島栄治とする説が長らく語られてきたが、没年から逆算すると計算が合わず、現在は、 中島洋吉地の設計とする説が有力である。当時の技術上の問題から自然流下による給水方法を取らざるを得なかったため建設にあたっては高台の敷地が選ばれた。そのため使用停止後も中野通り沿いの地元ではよく目立ち大谷口水道タンクとして板橋区の景観100選に選定されるなど地域のランドマークとして親しまれてきたが 老朽化と給水所の再整備のため2005年6月に取り壊された。跡地の給水所には2011年3月に旧排水塔を模したデザインのポンプ棟が完成した。同時期に建造された衣装を同じくする排水塔である野方排水塔は現存している。また、千葉県松戸市の栗山浄水場にもよく似たデザインの排水塔がある。 大谷口給水所ポンプ旨、ありがとうございます。